僕はビリー、オーストラリアのブリスベンからやってきたんだ。よろしく。9月21日、僕は姉妹校のポーランドパークステイトスクールからホワイト先生と一緒にやってきた。僕は4年2組のマスコットペンギンのラズナちゃんと交換で1年間この大阪にある大手門学園小学校に残って日本のことを勉強するんだ。ホワイト先生がいなくなって少し寂しくて不安だったけれど、みんな優しくてすぐに仲良しになれた。もう3ヶ月ほどいるけど、まだまだオーストラリアとは違うことがたくさんで、毎日驚くことでいっぱいだ。でもとても楽しいよ。11月の文化祭の劇発表、緊張したけれど楽しかったな。僕がクラスのみんなと仲良くなったように、4年2組のみんなもオーストラリアの友達と仲良くなろうと交流を始めたんだ。初めはどうやって仲良くなったらいいかわからなかったけれど、みんな言いたいことを英語にして一生懸命練習してた。何度も何度も練習してたよ。日本のことを紹介したり、オーストラリアのことを質問したり、初めは心臓が飛び出るぐらい緊張したと言っていたけれど、約3ヶ月間で30回以上の交流を続けると、みんな少しずつ英語にも自信がついてきたみたいで、一緒にお誕生日をお祝いしたり、冗談を言ったり、もうみんな言葉を超えて友達だ。12月3日、せっかくみんな仲良くなったのに、今日は4年2組とホワイト先生のクラスのお別れ式の日だ。オーストラリアは1月から新学年が始まるので、ホワイト先生のクラスも12月いっぱいで変わってしまうんだ。4年2組のみんなも今日が最後の交流になるので、昔話を英語で紹介したり、ダンスを踊ったり、英語の歌を覚えたり、楽しい子になるように毎日練習していたんだ。きっとホワイト先生のクラスもそうだったと思うよ。僕にはわかるんだ。半年日本に残って勉強を続ける。オーストラリアに帰ったらいろんなことを教えてあげられるようにしっかり頑張るよ。でも日本に来て初めて分かったことがあるんだ。日本に来る前はすごく心配だったんだ。食べ物も違うし言葉も違う、友達ができるかなってすごく心配だったんだ。確かに日本とオーストラリアは違うことがいっぱいだ。驚くこともいっぱいだ。でも友達になるのは簡単だ。優しい気持ちがあればすぐに友達になれる。みんな友達、みんな友達。